ここには誰もいないよ、アドミンさん。みんな避難してくれて本当によかった。こっちもいないよ。てか、この車両かなりボロボロなんだけど。それじゃあ今回の揺れってベインクエイクじゃなかったのかな。この音は。私に任せて。任務完了してみせるよ。ついてきて、エーテル先輩の力って。やほら、こっちこっち。全員エネルギーの反応がすっごく強いよ。できた。この調子。どうだ。どりゃー。ほら、用意できたよ。この一撃で決めるよ。報告してちょうだい。巨大シュピスです。困ったわね。とはいえ、今回の私の役割はあくまで指揮の補佐だから。アドミンさん、追跡の許可を出して。あいつを何とかしない。私もベルの意見。いや、あれ、アドミンさん、私たちは多くの人を守りたいから。だからこそ私は絶対に引きたくない。お願い、あの巨大種の討伐は私たちに任せて。くれぐれも注意してね、アドミンと私も。あら、もしかして心配してるの？ええ、そのせいで今やほとんどの幻想がビスベインの巣窟と化している。それを何とかするために設立されたのがこのエーテルゲーザーよ。昔のことばかり気にしても仕方がないでしょ。現にあなたは試験をクリアし。あの、アドミンさん、今地下鉄の駅に着いたんですけど。ここが。わかりました。では、ベルちゃんたちのサポートはお任せください。あら、いつポセイドンに連絡したの？やるじゃない。初にポセイドンがいるのなら安心して見守っていられるわ。
ちょっと緊張するけど、頑張るよ。ここがアインソフィーの幻想？なんだか気持ち悪い場所だね。メル、あれ見て！ワープポイント？もしかしてそれは追ってみればわかるでしょ。行こう！順調だね。畳みかけるよ。前期、大丈夫？それより報告したいことが。あの巨大種の姿が見当たらないの。ミーミル、ベルたちから最も近く、かつ最も強いベインエネルギー反応を探してちょうだい。めんどくさ。今日って確か休日だよな。見つけたぜ。南西方向に強いベインエネルギー反応がある。手がかりがない以上、直接行って確かめるほかないわね。よし、行こう、ゼンキちゃん。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。えい！敵出現だよ。みんな、慎重に行こう。どいてどいて！ぶつからすから。いっけ！順調だね。倒してみせる。静かになった。なんだか嫌な予感がするよ。こういう時っていうのさ、だいたいヤバいやつが近づいてるからなんだよね。で、動物たちが一斉に身を隠すから静かになるってわけ。
そうなんだ。さすがゼキちゃん、物知りだね。特別作戦課所属、ポセイドンです。これからよろしく。心配しないで。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。大丈夫ですよ、私に任せてください。ポセイドンはヒーラータイプのモディファイアで、仲間の傷を素早く癒すことができるわ。大した腕じゃないけどね。ところで、なぜ今さらそんなことを説明するの？倒してみせる。用意できたよ。ナイスだね。この一撃で決めるよ。私に任せて。任務完了してみせるよ。フィデアビルドのドリフト率が 1.3 に上昇。早くあれを何とかしないと、競争で2度目のベインクエイクが起きてしまうわ。分かってる。絶対に食い止めてみせるから。ダメ、ほら、巨大種の弱点が見えたわ。ゼキちゃん、ラジャ、ゼノヒクダン発射。メルちゃん、よろしく、任せて。うまくいったね。少し強くなれた気がするよ。巨大種の生態反応消失、ベインエネルギー急速に低下中。つまり対象の討伐に成功したってことだな。なんとか倒せた。よし、早く帰って休暇の続きだ。みんなお疲れ様。緊急の、それもかなり難しい任務だったにもかかわらず、よくやり遂げてくれたわ。それとポセイドンにはまた火消し役をやらせてしまったわね。いえいえ、お役に立てたのなら何よりよ。そう言ってくれると助かるわ。ではこれにて作戦を終了とします。みんな残りの休暇を楽しんでちょうだい。本当にありがとう。
で、いつからいたの？あの巨大種を見つけたところから。作戦の邪魔になりたくなかっただけです、バルドル。さて、アドミンさん、初めての任務でしたからね。もしかしてベルたちの身を案じているのです？確かに我々は人間の感情を読み取ることができます。そして我々の中には、アドミンさん、我々は人間ではないのです。だからこそ、どんな事情がある？その問いの答えはあなたが。よろしくね。使いこなしてみせるよ。訓練終了。所要時間3分27秒。ターゲットに12回命中。命中率 40%。 離弾9回。うち致命。私だって戦います。できる。よし、そこ当たって、キャンプ。ほーっ、手加減はしません。ふっ、キャンプ。敵にしっかり当てます。ふっ、いきます。敵に、そこ当たって、いきます。ふっ、キャンプ。そこ、行きます。はい、強敵を捕捉。そこ、私、皆さんのお役に立てたでしょうか。スピライト社は安全性を考慮せず、役人に賄賂を渡すことで強引にエイジムの導入を推し進めている。今すぐやめろ。我々の仕事を返せ。先のエイジムクライシスを忘れたとは言わせません。 AI には不正をかける必要があります。兄貴、これ以上はもう。くそ、友人のやつ、俺らにゲート封鎖なんて厄介事をしつけて、てめえは記者相手に自慢話か。やばいっすよ兄貴、抗議に来てる連中どんどん増えてますよ。発砲許可さえ降りりゃ対処もかなり楽なんだからね。それだけはダメっす兄貴。ボスも言ってたじゃないっすか、今は世間の注目を集めるわけにはいかねえって。そんなことは分かってんだよ。けどな、おら、てめえら、ギャー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 、うるせえぞ。死にてえのか。うわ、なんだあいつは。あれって、ワニの頭って、まさかマフィアか。意外と使えるな。最初から読んどきゃよかったぜ。兄貴。ああ、よくやった。で、ソベク、なんでこっち。お前の持ち場は工場のゲートだろ。誰かと交代したのか。交代、
んなもんしてねえけど、兄貴が困ってるっつうから来たんだぜ。はあ、ってことは何か、お前向こうはほったらかしにしてきたのかよ。スピライト会長、この度新しく開発されたエイジムの普及が進みますと、現在の労働力を半減、もしくはそれ以上の効果が見込めると聞きましたが、こちらは本当でしょうか。そのような試算については特に行っておりません。安全テストの結果を公表せず、新型エイジムの導入を強制的に推進することを当局と内々に合意したとの情報も入っております。こちらは事実でしょうか。根も葉もないデマです。では記者は今後そのような方針を取るおつもりでしょうか。また会長自身はエイジムの導入による失業問題をどう捉えていらっしゃいますか。後者について私がお答えできるのは、エイジムはあくまで一部の単純労働から人々を解放し、自由な時間を与える代物に過ぎないということだけです。将来ノイハンサー大統領選挙に出馬される予定と聞きました。こちらは、今日の記者会見を妨害するやつが現れるって話だったけど、それっぽい人全然見かけないね。もしかして外で旗振ってる人たちのことを言ってたのかな。やれやれ、あの記者の方々は実に元気がよろしいようで、おかげで髪型が崩れてしまいましたよ。もしもし、そのパイナップル頭、今は任務中なんだけど。分かってますよ。まあ今回も十中八九ガセネタをつかまされたんでしょう。僕たちという使い勝手のいい駒がいる以上、コルグの方々は情報の真偽を検証するはずがありませんし。それもそっか。にしてもここにいるだけとか、ほんと、せっかくの陽光うららかな日だというのに、この間にも一体どれだけの美しい出会いを逃してしまったことか。ようこそスピライトインダストリーへ。ようこそスピライトインダストリーへ。あれって第二世代の定番モデル、工業用タイプグロリアスですよね。それは確か去年製造中止になったって聞きましたけど、それにしてもすごく可愛いですね。会長、触ってもよろしいですか。いや、ま、識別不能な個体の接近を確認、解除プロセスに移行します。排除プロセス実行。美しいお嬢さん、早くお逃げください。さすがの僕でもあなたを二度守れる保証はできませんので。ちょっと緊張するけど頑張る。侵入者を排除します。スピライトインダストリーに栄光。スピライトインダストリー、お礼なら。って、おや、ポケッ。皆さんの痛み私が和らげます。あ、敵出現だよ。みんな慎重に行こう。敵の引き弾発動。
ネルちゃん、よろしく、任せて。えい、どりゃー、いっけ、はい、どりゃー、ほら、私が柔らかい、この調子。私の活躍どうだった？ご用が終わりでしたら。破損を確認、稼働不能、稼働不能。よっしゃ兄貴、全部倒したぜ。どうよ、俺の活躍。バカ野郎、お前が持ち場を離れたからんなことになったんだろうが。いや、向こうから大声が聞こえたな。結構な数が友人の方に行ったに違いねえ。あれほどエイジムを外に出すなっつったのによ。んなガキの使いすらできねえのか、この役立たずが。兄貴、
西エリアの駆除も完了しました。ですが、そのなんだよ、このありさま以上にやべえことでもあんのか。撃破したエイジムを数えたんすけど、工場から抜け出した数と一致しないんすよ。1台足りないんです。なんだと。そういや、駆除するときプレスカードを持った2人組が手伝ってくれたんですけど、もしかするとあいつらが。そこまで目星がついてんならボサッとすんな。今すぐ連中を捕まえるよう全員に知らせろ。私に任せて、任務完了してみせるよ。大丈夫ですよ、私に任せてください。ドカーン、気をつけて、えい、行きますよ。そこです。私に任せてください。どりゃ、倒してみせる。どうだ、敵出現だよ。みんな、お前らここを動くな。まったく、助けて差し上げた恩人に対し物々しく取り囲むとは、恩知らずにも程があるのではありませんか。ごたくはいい、とっととエイジも出しやがれ。痛い目に遭いたくなけりゃな。ゼンキちゃん、やった、これ戦利品。聞きました、この通り。やったら遠慮はいらねえ、行くぞ野郎ども。それ行け。やっ、えい、やっ、えい、やっ、どうだ、やばいやばい、ギリギリセーフ。それ、うわっ、どりゃシュウ先輩、ありがとう。いえ、作戦開始。各位、プラン通りに動いてください。私が道を切り開きます。どうだ、よっ、オークニメス、お願いします。はよっと、あとは私が、はぁっ、せい、で、どうだ、よっ、相手を見くびらない。
私もやるときはやってみせます。タロスの勝利を示して行きます。そこしっかり当てます。できる。そこできる。バニーサンゴ武装発射。ステータス上昇確認。当たってキャッ。手加減はしません。できる。はーっ。久しぶりの実戦、最善を尽くします。皆さんのために、私が柔らかい。って、突然炊飯。次の目標に移ります。よっ、どうです。ありがとうございます、アドミンさん。これからも精一杯頑張ります。はい、ありがとうございます、アドミンさん。これからも精一杯頑張ります。
ちょっと緊張するけど、頑張るよ。皆さんのおかげ、私の弱さは順調だね。そこで、それ、倒してみせる。私に任せて、任務完了してみせるよ。大丈夫ですよ。脚部モードに移行。我々はいかなる困難にも打ち勝つ機械エイジムトリオ。倒してみせる。モディファイドモード、オン！合体した。合体システムはまだ実現してないって、オークニヌクが言ってたんだけど。痛い、頭部が衝突、痛い。胴体の騒音を確認。黙れ。脚部、直ちに移動。私に任せて、任務完了してみせるよ。大丈夫ですよ。いっけ、私に任せてください。あ、それえい、この調子、それちょっと緊張するけど、頑張るよ。皆さん、気をつけてください。やばい、一撃。倒して見せる。順調だね。
そばにいますよ。ありがとうございます、アドミンさん。これからも精一杯頑張ります。